皆さん、おはこんにちばんはチャンネルよったんでございます。今日は2022年でな、23年の、4月の29日ですね、土曜日、9時42分ぐらい。今日ここ徳島県は徳島市の沖ノ浜にある松の家っていうところでちょっと朝ごはん食べたんで、そのついでにちょっとドラブラ寄ったのを適当にやろうと思います。今適当にね、ほんと適当にやります。今日はあのここの松の家のご飯は結構ね美味しいんですよ。他のところに比べて安くて美味しい。250円のあのご飯だったら、ご飯とお味噌汁と卵と一品だから納豆と海苔となんだっけ、そんだけついてるんですよ。結構まあまあね、安いのにまあまあいけます。はい、今日はね、みんなちょっと一生懸命生きすぎなんですよね。皆さん適当に生きていったらいいのに、なんでそんなに一生懸命生きるのかなと思って、それについてちょっと適当に行きましょうっていう動画を、それにテーマを当ててフォーカスしてちょっと行ってみようと思います。なんかねアクセスしてるんですよね、このこの世に生まれてきてあなたっていう自由な精神を持ってる人がこの世に制限を受けて生まれてきてます。この世に生まれるっていうことは制限の中に生まれてくるようなものなんで、まあ言ったら仏教で言ったら六道輪廻っていうもの、中をぐる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 回って回ってして、生まれてきては死んで、生まれてきては死んでっていう、そういうサイクルの中で生きてます。地獄、ガキ、畜生、修羅、忍界、天界っていうのがあってね、それ六道なんですよ。天界も六道なんで、あとの忍界と天界はまあ普通普通の生活っていうか嬉しい生活なんで、いいのがいい部分ではなんですけど、あとの4つは地獄、ガキ、畜生、修羅なんで苦しみの世界です。煩悩に苛まれてる。でみんな天界に行きたいからいろいろ頑張ってるんですよ。競争するこの世の中でね、競争して人を蹴散らして自分をいいところに持っていきましょうっていう向上心持ってやっている。でも向上心持たない人は蹴散らされて淘汰されるっていう、こういうまあ競争ですよね。いずれにしても動機とかやる気とかモチベーションとか別にして競争の社会なんですよ。で競争っていうことは上の人ができたら下の人ができるっていう、そういう世の中です。人によってはじゃあ頑張らないあなたが悪いんでしょうっていう人いるけど、悪くはないんですよ、そういう世の中なんです。俺仕方ないんですよ。頑張る人も悪気があって頑張ってるわけでないんです。自分がを向上させたいっていう気持ちでやってるんだけど、結果そうなってるっていうところですよね。っていうこういう六道輪廻の中に生まれてきて、まあ、一生懸命働いて勉強して資格取って向上して上に行こうと思ってやっても、でまあお金を稼ぐとしても、あなたにとってお金はあの世には持っていきません。これ大きなことなんですよね。まあ子孫に残すっていうのもあるけど、まあそれはそれでいいんですけど、自分はまた生まれてきますから、その時に同じような感じに生まれてきて苦しみも味わいながらっていうとこですよね。あんまりねアクセス
てもあんま良くない、あんま大したことないんですよ。お金をいっぱい持ったり地位が上がったりしても結局ね、次どこに生まれてくるかっていう、そういう判断っていうのは結局いいことをしたかしなかったか、人に悪いことをしたかどうか、それが全部の判断なので、判断基準はそっちの方に持っていった方がいいです。お金とか地位とか関係ないです。正直に嘘なく、人を傷つけることなく、優しく生きていきましょうっていうところですね、大事なのはね。あとは例えば人を蹴散らして自分が運営になって理不尽なことをしたりして、人のせいか自分のものにしてみたりする人っていうのは、結局は今はいいかもわかんないけど、長い目で見てみると結局次変なところに生まれてきて苦しむっていうふうになります。そういう人たちはますますカルマを積んでいきます。悪いカルマ、悪い業っていうかね、それが魂に刻まれていくので、まあすぐできるんですよ。正直に行きましょう。悪いことをやめましょう。人のためになることをしましょう。そういうことを考えて、まあ、人が幸せになるのは自分にとっても嬉しいことだって、そういうふうに思っていくことしかないんです、結局詰まるところね。あと共通してるのはみんな死ぬっていうことですよ。病気もするし、怪我もするし、老いていくしね、汚くなっていくし、まあまああんまりいいことはないっていうのが実際のこの世の中です。その中で希望ないから希望を持とうとして、それでなんかごまかしてるみたいなとこですよね。適当に今ある自分の生きてる中での持ってるお金、持ってる環境、容姿、ね、その他自分の心、気持ち、自分の業、自分そのもの、その中で正直に生きていきましょう。もうそれだけなんです。あとはもう人がどうであれこうであれね、関係ないの。上に行かなくていいんです。下にも行かなくていいんです。病気したら病気治しましょう。治す方法はよったんチャンネルメンバーシップの方にこれからアップしていきますね。はい、案外ね、願いとか祈りって叶うもんなんですよ、やり方によっては。この理由は全部分かってます。はい、今までも動画でも結構喋ってるんで、まあ当たり前やなって思うでしょうけど、まあまあそんな感じ。9時50分イオン10時から始まるんかな、特に用事ないけど今日は大型連休の最初の日になるので、本当はねちゃんとした動画撮りたかったんですよ。徳島県で海外から結構人気のあるその祖谷のかずら橋に行って撮ろうと思ったんですけど、なんか午後から雨が降るっていう話なんですよね。なのでちょっと今日やめとこうかなと思って、あんまり趣味もないから動画撮って YouTube 上げていっぱい見てくれるのが一番嬉しいですね。チャンネル登録もしてもらって、で楽しい動画も作らなきゃいけないんだけど、なかなかねできないんですよ。で、ね、無理せず適当にブラ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 行きましょう。あること聞いたことあるんですけど、人間って
くら頑張ってもまあ8割ぐらいしかできないって、まあ、別にいいじゃない、それ以上何頑張らすのって、 100% 頑張らすのか、そんな 100% 頑張ってしまったら人間壊れてまうわって感じですけど、まあ、適当にやってたらいいんですよ、仕事も適当、できなかったらできない、それはそれで横に置いておくね。何が問題でできないんですか、忙しいからです、それ一つの課題として置いとくんです。そしたら自分の責任でなしに上司の責任になります。上司の責任でなかったら会社のトータルの全体の責任になっていくので、これは上の人は上の人でね、悩むべきとこなんでね、下で働く者にとってはできないのはできない課題として置いとくんです。別に何も気につくことないです、できる分だけやっとけばいいです。人間ってね、焦ったら余計ね、能率悪くなるんですよ。なのでいつも平常心で適当に普通にやってればいいんです。仕事ってね、そういうもんなんです。よく無理して過労死で裁判になったりね、テレビでニュースになったりしますよね、電通とかで。あんな持ってのほかですよ、あんなの。適当にやれって、あんなの。アホなことを言う、例えばこの20歳ぐらいで亡くなった女の子で、かわいそうに追い込まれたのか知らないけど、上の人に追い込まれたんかな。あなた何もできてないわね、とか言われて。やかましいって言ったらいいんですよ、アホって。だからそれだけ。お前の仕事の分配、割り当てが悪いんだろうって、これで終わりや。そう言ってあげましょう。ね。採用したのはお宅の問題、会社側の採用なんで、責任は会社側にあります。で、普通の能力のある人はずっと会社に入れるから、特に気にしなくてもいいですよ。このあたりは普通にやってれば、普通にやるのが一番の能率はかどりますからね。一生懸命やりすぎるといろんな他の角度から見えなくなって余計効率悪くなるっていうのが仕事やる上での基礎になります。いつもだいたいまあ7割程度で仕事して、残りの3割はいろんな角度から見たり改善したりすることを考える方に向けた方がよっぽどいいと思います、よくねプレイングマネージャーって言って、マネージメントもしなきゃいけないし業務をやらないといけないっていうね、そういう人たちいるんですけど、業務に追われたらマネージメントができなくなる、マネージメントばかりすると業務ができなくなる。なので普通にやってください。業務は7割、マネージメント3割、まあ五分五分ぐらいですよね、人によってはね。そういうの余裕も出して、常に余裕持ってやりましょう。どうせ死ぬんだから、極端だけど、どうせ大したことない一生なんで、そうなんですよ。よくテレビ見てたら少子化少子化で、日本の2070年、50年先に日本の人口が8700万人になるって言うけど、別に何が問題なの、そんな何も問題ないでしょ、そんなの。自分がこの世の中に生きてきて楽しいな、子供もまた同じように楽しく暮らしてほしいなって思ったら子供作りますよ。いや、こんなのもお金が縛られて、時間にも縛られて、仕事も一生懸命して何も楽しいことないなと思ってたら子供作らないです。ただそれだけ。人口減るっていうのはみんな苦労したくない、子供にもほんの苦労させたくないっていう気持ちもあるし、自分たちの人生楽しもうっていうのもある。それの表れで人口が増えたり減ったりするので、別に減るにいいでしょう、ある程度減った方がいいと思いますよ。今のこの
予想で僕は大正解だと思いますよ。まあ、なのでこのままでいいと思います。子育て支援とか、まあ、してもいいけど、別にね、無理やり増やそうとしたって増えないですから。こんなまやかしのことやったって、根本原因を変えなきゃダメなんです。みんなバカばっかり揃ってるからね。本当に賢い人が揃ってるところって本当少ないですよ、この日本の組織において。何個かしかないですよ。無駄なことばっかりやってね。ゲームで遊ぶのは無駄って言うんですけど、それ以外の何したら無駄でないことがあるの？笑ってまうわって感じや。みんな無駄でしょ、そんなの。何やったって無駄なんです。無駄を無駄でないように思い込んで、一生懸命生きてるだけなんですよ。ちゃんちゃらおかしいわって感じ。ほんま。それだったら、何が無駄かって、一生懸命働いて、精神的にストレス感じて、体の細胞もストレス感じて、癌になったりする確率が高くなったり、そっちの方考えとけって。胃が痛くなって胃潰瘍になったりね、する人もいるし、こっちの胃潰瘍になったら癌になる確率も高いしね、そういうところから、ゆとりのある精神状態で毎日生きるっていうのが一番の無駄でないことなんですよ。わかる？バカが多いんだよ、世の中、ほんと。なんもわかってない、バカが。まあ、しゃあないわな、六道輪で、何回も生まれ変わるっていうことすら知らないんだから。で、ぐる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 同じところ、同じように何百回、何千回、何万回って、いつまで経っても同じようなことばっかりやってる、バカ連中だからね。ちょっとそこから抜け出すような考えになってほしい。なんかね、最近ちょっと感じたんですけど、いいことはいいって分かってるんだけど、なかなか改善できないっていうのが世の常なんですよ。組織でも何でも。それはなんでかなって思ったんですよ、僕。それはね、おそらくこの人間の社会においては、昔に人間だった人は次も人間に生まれてくる確率が高い。で、過去前世のことは全然覚えてないけど、多少は習慣として自分の気づかないところに残ってるんだと思います。前言った旧式のある8式のところに根付いて、8式はずっと死んでも同じなんで、そこからつながってるんでね、自分という6式、7式は。で、7式は無意識層なんで、その8式から7式に来る、その無意識層のところに、おそらく、ずーっと過去何百回も生まれ変わってきたとこの習慣、昔の習慣っていうのが、残ってるんですよ。で、今生きてるんですよ。なので、よく改善しようとか、そういうこと言う人いるじゃないですか、こうやったらいいとか。でもそれがなかなか進まないっていうのは、そういう過去に生きてきたこの習慣が知らず知らずのうちに残ってるから、急激によくはなっていかない、ちょっとずつしかよくはなっていかないような気がしました。どうですかね、皆さん、この考え方。僕はそのような気がしました。はい。ほら、昔の戦国時代とか、戦争経験した人とかね、その前の争いの時代とか、いっぱい人間で争ってきてるじゃないですか、昔から。どの国においても。イングランドとかあっちの方、デンマークとかあっちの方でも、ヨーロッパでも、今までずーっと争いばっかりで、例えば、争って勝った方が、負けた方の人たちを、
奴隷にできるんですよ、ヨーロッパって。奴隷ですよ、奴隷。勝った方が負けた方の人たち、奴隷。日本だったら勝った方が負けた方の武士の首をはねたり、殺したりするけど、ヨーロッパは基本的に一部は殺すけど、奴隷です。あとは労働力として働かす奴隷ね。立派な家の人でも奴隷、綺麗な奥さん、綺麗な娘さんでも奴隷、性の奴隷にするとか、身の回りのことを指すとか、そういう風な社会だったんです、ずっと昔から。でそういう習慣がずっとあるんでね、なかなかね、急にね、平等にやりましょうとか言ったって、昔の習慣が頭から離れないんですよ。みんな人を押しのけて自分だけ良くなったらいいなっていう、そういう意識があるのでね、根底的に。まだまだまだ何千年ぐらい経たなかったら、本当に人のために正しいことやって、次いいところに生まれるとか、そういう発想ってなかなか今の時代ではちょっと無理ですね。それに関連して、昔のお釈迦さんとかがいろいろ予言してるんですよ。僕が教えた教えは、もうそろそろあと2000年とか3000年したら効力がなくなるから、その時に新しい教えを持った正しい人が生まれてきますよとか、お釈迦さん自身も弥勒菩薩として10億年後100億年後か、まあそのぐらいにまた生まれるって自分のことを予言してるし、まあそういうお釈迦さんってね、そういう人間とか生き物が輪廻転生で生まれ変わっていく中での、こういう成長していくのを全部見越して、そういうのが分かるんですよ。何千年後に誰が出てくるとか、そういうのが。だからそういう背景も全部踏まえてのことなんで、今の一生を元にして考えてないですよ、あの人は。死んだ世界もずっと分かってるし、その魂のカルマとか業とかっていうのを全部分かってるし、その積み重ねで少しずつ良くなっていくっていうのも分かってるし、時代が過ぎたら菩薩が多くなる、如来が多くなる、仏さんが多くなるっていうのも分かってる。その魂のルール、生命のルール、すべーて分かってるの。未来のことまで。それが仏なんです。だからそういう、今生きてるこの目で見えることが全てでないんで、視野が狭い、その狭い視野で考えるんでなしにね、広い視野で考えるのを教えたのが、まあ言ったら、ブッダですよね。悟りで、悟りを開いた人っていう、そういう人なんですよ。だからそのブッダは一生かけて、これをどのようにみんなに教えていったらいいか、そういう生まれ変わるっていうことを言ってもなかなか実感持てないんです、今の人間は。だからそれだったら、いい悪いことをやめていいことをやっていきましょうっていう具体的なことを教えてあげる。そうしたら自然と将来みんな良くなって、だんだん世の中も良くなっていくし、人間も魂も良くなっていくっていうことを教えたんですよね。だから教え方なんです。で、武道やったら分かっていってくれるし、慈悲深いその心もあるし、人に対する慈悲ですよね、命に対する慈悲。本当、まあ自己満足って言えば自己満足なんですよ。宇宙大の命の自己満足ですよ。よく言われる、我々は自己満足って言うけど、広い自分だけの世界の自己満足。ブッダとかそのあたりのお釈迦さんは、広い宇宙大の生命自体の自己満足なんですよ。自己満足は自己満足なんですよ、自己満足悪いっていうのは、狭い世界での自己満足っ
ていうことが一般的になってるから、そういう風になってるんですよ。はい、今日もたわいもないことを喋ったトラブラヨッタンでございます。何人か聞いてくれたらね、それだけで僕は良かったと思ってます。あとチャンネルの登録者数なんですけど、だいたい平均は1日1人ぐらいで増えていってるんですよ。1日1人、ちょっとペースがねなかなか大変なんで、3000人来るまでだったらあと2年ぐらいかかるんですよね。だからもうちょっと見てもらう楽しい動画、こんな動画でなしに、これはもう大事なトラブラヨッタンでいろいろ喋ってる大事な、一番私の大事な動画なんですけど、今の人たちはそんなに興味持たないの。目先のしょうもないことばっかりに興味があるんで、ちょっとね興味引くような動画もねやっていきたいと思います。それをちょっとどういう風にするかいろいろ考えてて、自分のアバター作って喋りながらこうゲーム楽しんだりって、もうすでにみんなやってるようなことやったり、それとかなんか興味を引く動画をアップしていきたいと思いますね。若い女の子がちょっとお乳半分出したり、ブラジャーせずに T シャツ着いて乳首が透けさすんだしたり、短いスカート履いておパンティー脱いだりね、そんな動画したらすごい再生数あるんですけど、そんなんは僕周りにいないからできないです。仲のいい周りにそういう、なんていうの、仲のいいそういう女性たちがお友達でいたらね、多少楽しくできるかもわかんないけど、なかなかそういうのって難しいのでやらないので、もっと別の方法で興味をそそるようなものをアップできていったらな、できていけたらなと思ってるんですよ。しんどいことばっかりよ。桜の季節も終わり、葉桜の季節です。これから新芽が吹き出てきますね。吹き出てくるね、あまり語彙力ないからすいません。やっぱり曇ってきたな。今度アグネスカフェのケーキのショート動画あげようかな。アグネスカフェ美味しいケーキ、ショートケーキのお店なんですよ。お山の大将、前フルーツ大福弁財天っていうのがあって、僕の前住んでた四日市にもできて、いっぱい動画アップしたんですけど、フルーツ大福弁財天、あれ潰れたんですよ。フランチャイズで広めててね、あそこのオーナーは悪どいオーナーなんですって。一気にお金稼いで一気に辞めると、で途中で契約してフランチャイズやってる人は大分で送らう、そういう人なんですって。いろいろ短期的に1年ぐらいだけ立ち上げてまたすぐ辞めてって、ブームに乗って荒稼ぎをする人で、その僕フルーツ大福弁財天の動画上げてて、2年前ぐらいに、1年半かで、コメントする人が1人いたんですよ。ここのオーナーは悪い人ですって。
で、ほんまかなと思ってて、結局3ヶ月ぐらい前に潰しました会社。お金だけ持ち逃げです。やっぱ合ってたんですよね。ほんと気をつけなきゃね、そういう人たち。ずるいから。四日市も辞めてまだ違うのができてますよ。それ多分そういうグループがいるんでしょ。あの合法的に荒稼ぎするっていう、あの非合法ではないんですよ。合法的にやってる、法の目をかいくぐって稼いでいる。まあ、タピオカもそうだし、そういうグループがいます。本当にあのブームの火付け役っていうのを探していくと、まあこの前のあの悪いことしたルフィとかではないんですけど、あのそういうグループがね、あの辿っていったら行き着くんですよ。ちょっとブラックなそういう会社出てくるんでね。あの買う分ではいいですよ、お客さんはいいですよ。でもそのフランチャイズのねオーナーになったりするとか、そんなんは一時的なブームなんで、フランチャイズのオーナーになったら大元のものを触れなくなりますからね。大元が辞めたって言ったらどうしようもなくなるんで、ローンだけ残るっていうとこですよ。だから気をつけてやりましょうね、この辺りは。コンビニもね、よく考えて出さなかったらお金も全部巻き上げられていきますよ。売り上げのどのくらいなの、3割ぐらい持っていかれるんちゃう。1日売り上げコンビニだったら24時間なんで、1日売り上げ30万なかったら潰れるって言ってますよ。30万円がボーダーライン。人件費もいるし、このレジを新しく振るんだったらそれのローンもいるしね、家建てたんだったらそれのローンもいるし、それ全部差し引いて1日30万月で言ったらただ900万なかったら潰れる。で、900万あってオーナーの利益って1割ぐらいちゃう。あの全部持っていかれるから、その中で人件費とかいろいろあのやっていったら、本当ね、電気代とか引いていったら本当ね、あの厳しいって言ってました。フランチャイズってそういうとこあるのでね、本当気をつけましょう。コロナが明けたんでね、またこの秋田町にも繰り出していきたいと思います。動画もお店の動画とか面白いんで、そういうやつ編集して出してみたいと思いますね。はい、ちょっといろいろコロナ明けたら配信するのも変わってくるんで、顔出し OK な人たちとか出てもらったりして楽しい動画どんどん作っていきたいと思います。楽しくなきゃ意味がないっていうね、とこですね。無理せず余裕持って生きていって楽しく生きましょう。楽しかったら全て OK です。楽しみましょうね。息の合う人たちと一緒にいましょう。好きな人と一緒にいましょうね。嫌いな人には会わないようにしましょう。それでいいんです。一生楽しく生きましょう。無理せず楽しく欲を満たしてね。お金出して満たす欲もあるけど、お金出さないで満たす欲もあるし、ご飯とかも工夫して食べたら美味しく感じるしね。まあ、そのあたり、お金なくても楽しいこといっぱいできますよ、これからは。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。バイなら。